千住観音を守る28部州の一尊、剣合破千住観音28、部州図再建美術館像鎌倉時代28、部州は千住観音の剣族のことである。東西南北と上下に各四部、北東、東南、北西、西南に各一部ずつが配されており、合計で28部州となる。天居となる経典は、 戦術観の像寺大法儀であるが、よく読んでみると一部に二つ三つの名前が入っていたり、第21番目には28部大戦州があったりと、経典の作者がかなりいい加減に28部を作り上げていたことがわかる。この経典は工房大師によって日本に持ち込まれて普及した。しかし、中国など日本以外の地域ではほとんど広まらなかった。儀は、 千住だら二行の下文に連ねられている一切全身と一部の語字を除いて一致するために、これを元のサンスクリットをあまり理解しないまま写したものだと考えられている。しかし、当のダラ二行にはどこにも一切全身が二十八部であるとは書かれていない。このことを指摘し、 おおよそ正確に本来のサンスクリットと対称して49部に修正したのが日本の僧侶上心による千寿教28部修釈であるが、それ以外はほとんど帰り見られなかった。奈良のべけんを、南ん流王マラキンナラカルラケンナッパ飛車と算し、対正万全者バチマニバツダラビシャモンテンサゲげ等、大オーバーヤブ仙台弁ク読店。 大尺天皇大梵天皇広六佐広白佐、札者まわら五武清い、金色弱王神母,母女、コンピラ筆バーキャラアシュライバチラシャカラ竜王三つ、あと今後死三十三剣道に祀られているのは、以上に、風人、雷神を加えたものだが、この他にも、千時教二十八部宗尺には二十八部宗の構成員として、カラス、衆者ま明王、君たり明王、押しともしかばね、 八部力士、小唐、魔系ュラ、カビラ、バーバーローナ、シンダラ、ハトランタン、ハンギラ、オオトク、ヒタ、サツアエラ、ホノウマラ、シャダズナ、マンケンヤクシャ、バツナンダ、自らイデンシン、ハトハンタオが挙げられている。ありがとうございます。